焦って充電したんだけどさ、マックスまで溜まんなかったわ。マックスまで溜まんなかったわ。絶対途中で切れますね、これは。電源充電が。そうなんですよ。すいませんね、本当に。もうさ、なんでさ、充電さあ、違う、したと思ってたんよ、したとね、私は思っていたんです。そう、したと思っていたんですけども、しかしできてなかった。そう、かゆい目。あ、そうそうそう、なんか長い2メートルの線のね、接続がもうまた悪くなっちゃって、なんか最初充電できてるんだけど、途中からね、その動かしたりとかするじゃん、その時に接続が悪くなっちゃって充電できてないこととかめっちゃあるんですよね。でもそんなさ、ちょこちょこさ、見ないじゃん、そんな充電できてんのかななんて。なんかさ、気づいたらできてないこととかめっちゃあんだよね。できてるときはできてんだけど、できてない、できてなんか途中でさ、充電なんちゃらかんちゃらんちゃらみたいな出るやつってあるじゃん。100均に充電器売ってなくない？売ってんの最近に、100均に。でも100均の充電器ちょっと怖くね？すぐ断線しそう。でも割と最近買い替えたばっかなんだけどな。何なんだろう。まあいいけど。そう、しかもさ、2メートルのやつがいいんだよね、長いやつ。じゃないとね、届かないんですよ、こっから。ここから。配信してるケーブルが、普通の1メートルのやつだと。私部屋の端っこでやってるからさ、でこの充電器があるやつが部屋の端っこからケーブルでこう、何、延長コードで伸ばしてんの。そうだから、そうそうなんですよね。ちょっとピエンですよね。そうなんですよ。鼻がめっちゃムズムズ、鼻がめっちゃムズムズするんだよね、本当に。この時期はさ、もう本当に鼻のムズムズ、本当にやめてもらいたいよね。これがさ、やっぱさ、長いケーブルだとめっちゃ便利じゃない？なんかさ、ホテルとかでもさ、ちょっと若干足りなかったりするやん、ケーブルの長さとか。2メートルのやつはさ、マジでいいよね。ビヨーンってなるから。まず延長なんとかを購入したら、延長コード勝手になってたから、買ってるんですよ。だから部屋のその刺すところから延長コードで引っ張ってきてんの。それに2メートルの充電器を刺して、ここでいつも充電してんの、あのショールームやるときはね。だからあんまり、その何、プラグから刺してる延長コードが長くても
邪魔じゃん。だって別にこんな端っこで生活してるんじゃなくて部屋の真ん中で生活してるから、長すぎ、延長コード長すぎてもそれはそれで引っかかるから、この延長コードはこれぐらいの長さでいいんですよ、別に普通の延長コードの、それでも普通に長いから。そうだからこの充電するケーブルをの長い方がいいと思うんだけど、さすがにね、ね、今私は2メートルのやつ使ってるけど、充電でもね、充電できる時とできない時の差がやばい。そう、そうそうそう、そうなんですよね。どんだけ長いのって、え、そっからそこまで全然ちっちゃいよ家全然ちっちゃいよ、ちっちゃいけど普通に部屋の端っこから部屋の端っこでだからね、届くんだけどさ、その間にさ机とか障害物があるんですよ、障害物が。そう、立ちはだから障害物なんで。多分みんなの住んでる家よりちっちゃいよ家はみんなが社会人で働いてるんでしょ、みんながね暮らしてる家よりねちっちゃいと思うな。めっちゃ目が乾く。なんかさ、食べ、このショールームやってる時さ、いつも目乾くんだよね、いつも以上に。ネイル可愛い。でももうだいぶ取れてきてんだよね。可愛いでしょ。ちょっともうだいぶね先端が取れてるけど。ピンクピンク。あの瞳子ちゃんが、柴崎瞳子ちゃんが、あの衣装が結構ピンク目なのでメイクもピンク目にしてるし、まあ、普段からピンクなんですけど結構なピンク目にして、爪もねピンクにね瞳子ちゃん用にね塗ってるんです。これまた今度7日出るんですけど、塗り直さなきゃ7日の時に。もうだいぶ先端取れちゃってるから塗り直さないと恥ずかしい。ブルーレットカットのメガネどこ行った？あるよあるある。私今メイクしてるからさ、そのメイクしてるってこのメガネかけるとさ、まつげがメガネに当たるんよ。まつげと、まつげってこの目とメガネの間がね狭いから、このメガネはだからね、あのメイクしてるってか、もう今さマツパパルジェンヌやってるからさ、こう瞬きするとさ、もう、ま、こうやってレンズにまつげ持ってかれるんだよね、こうやって目開かなくなっちゃうから、そうやってないの。そう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 、もうマツパやっちゃってるからさ、そうなんですよね。ピエンピエンそうそうそう、自分の演技をアーカイブで見たのだって。あ、見た見た見たよ、見た見た見ました、見ました。それだけまつげ長いってことじゃん。だって当たり前よ、育毛してんだもん私まつげちゃんと。偉いでしょ、私ちゃんとねまつげ美容液塗ってるんですよ毎日。そう、この間それこそ AKB 新聞さんでグラビアやらせてもらった時にメイクさんに、え、これつけもやってんのって言われて、あれですなんだっけ、地まつげですって言ったら、マジってすごいって言って、ちゃんと美容液とかやってんのって言われたら、ああ毎日やってますよみたいな、マジかみたいな、すごいですねみたいな、私あもう毎日やるのめんどくさすぎて断念してるんですよねって言ってて、そうなんですかって言ったんよ。そうでも私はこの時期はもうね目がかゆくて、
めっちゃ目こすっちゃうの。だから超本当はダメなの、コンタクトもしてるから目こするのって本当はダメなんだけど、でももうね、痒くてね、目めっちゃこすっちゃうから、まつげ切れちゃったりとか、あと抜けちゃったりとかってめっちゃするわけ。だからなかなかね伸びないの。ある程度まで行くんだけど、やっぱ抜けちゃったり切れちゃったりでね、やっぱりね、どうしても綺麗にまつげがこう長くて揃うってことがない。長くて短くて、長くて短くてとか、間がなかったり、まつげの間が抜けてたりとか、まあね、やっぱりどうしてもねしちゃうんですよね。私は結構まつげ抜けやすくて、もともとそうなんですよね。だからね、結構すごくね大変なんですよね。こっちの目尻とか超長いの。ちょっともうマスカラしちゃってるんだけど、こっちのね目尻めっちゃ長いの。でもこっちの目頭めっちゃないの。基本目頭って目をさ、かゆいけど描いちゃいけんと思ってこう描くじゃんってなると、やっぱりね目頭のまつげだけ切れて短くなっちゃうんだよね。特にこっちはめっちゃ抜けやすい。まあ、マツパ当てちゃってるっていうのがあるんだけど、そのマツパ当てるってやっぱ抜きにやすくなるじゃん。そうで、それでね、そういうのもあるんだけど、毎日ね私は一生懸命ちゃんとまつげ美容液塗って、まつげ長いのをね保ってます。なんかそういうのはね全然苦にならないタイプの人間だから、なんかよくそういうのがさ結構めんどくさくて、何なんか続けられないってメンバー多いんだけど、私はね結構ね続けられるかな。そういうのだけはねちゃんとできるんだよね。そうそうなんですよ。鼻筋がシャープ見えますと、本当にメイクしてるからじゃない？メイクしてるからかな。嬉しい、ありがとう。鼻筋がシャープ、あ、本当に嬉しい。メイクしてるからかもしれないわ。本当？ありがとう。売れピーマン、売れピーマン、ありがとうございます。嬉しい、嬉しいですね。そういうとこ豆よな。だってそういうとこしか豆じゃない、ぶっちゃけ。そういうとこしか豆にできん。だから私でも逆に筋トレとかそういうのは本当に三日坊主、なんなら一日坊主、三日坊主ぐらいかなですね。なんかそのなんだろう、ボディクリーム塗ったり化粧水塗ったりとか、なんかそういうまつげ美容液塗ったりとか、そういうのはね全然続けられるんだけどね、やっぱね体を動かすことは本当に続けられない、苦手すぎて。そうなんですよね。悲しいことなんですよね。先週の前日コーナー初めて間近で見ましたが、スタイルが良くてかっこいいなと思いましたって。本当に嬉しい。あ、本当？嬉しい。ありがとうございます。あら、本当に。そうなんですね。嬉しい。なんか前日コーンあんまりスタイルよく見えなかったなって。いや、スタイルが良くないかもしれないけど、スタイルよく見えなかったなって思ったからさ、なんか私配信見たの。前日婚のな関係者 UR っていうのがあって、それで一日その日だけ見えるやつがあるんだけど、そうそうそう、前日婚ってアーカイブないからさ、その日の一日のその配信だけ見れたんだけど、見たんだけどね、なんかあんまりね、なんて言うんだろう、なんかねすごくスタイルがとっても悪く見えて、めっちゃね私やっぱ太ったんかと思ってちょっとショックだったのさ。だからね、あ、本当そう言ってもらえてね嬉しい限りでございますよ。本当にありがとうございます。嬉しいですね。嬉しいですね、本当にね。カメラの角度とかあるんかなって。まあでもカメラの角度があったとしてもやっぱ細くないとダメなんだなっていうのはまあ思いますけどね。でもちょっとそれは無理だ、そこまでは細くなりません。前しか向かねのイントロでくるくる回ってる、あそこ私だけペアの人いなくて、なんか両サイドはさペアでさこう振りをやってるわけで、
センターで歌ってるじゃん。で、その後ろでさ、一人でこうやって回ってたやつでしょ。そう、誰もね、絡む人いないから、あそこのシーンは、ポジション的に。一人で回ってたんですよね。そう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 、一人でね、なんか、ふーいっつって、やってましたね。撮影タイム過去一動画うまく撮れたってマジ？おお、よかったじゃん。過去一？あ、そうなの？ なんかあれかな、あれな関係あるんかな、ポジションとか、その席の角度とか。あるんですかね。今日誕生日だって、27になった、だって。おめえ3つ上じゃん。4つ上か、4つ上だ。うちにまだ23だけど、24の年だけど、まだまだ誕生日先だから。4つ上じゃん、おめでとう、ハッピーバー。若いね、まだ27か。若いね。若いね、27か、若いね。おきさん背高いなって思ったら、ゆりなと変わらんかった、だって。いや、夏目さんの方が多分高いと思いますよ。変わらんかな、変わらんかった。なんか私の認識的、あ、でも変わらんね、変わらんぐらいだわ、確かに。でも私も夏目さんの方が身長はでかいって思ってました。でもなんか、なんだっけ、あんまり変わらないみたいな、ほぼ同じぐらいって夏目さんも言ってたから、同じぐらいなんだと思って。でも夏目さん細いからな、めちゃくちゃ。なんかより一層細長く見えんねんやろうな、きっと。っていうのはね、多分あると思う。マジで細いよ。うちより全然細いからね。本当に。そう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 。ねルンバさんとの写真 SNS であげてくださられると。何の写真あげたっけ、うち。結構前の話。 結構前の話かな。あげたかな。いや、どういたしまして。 ちょっと覚えてない。でも確かにあげたっけ、あげたすいませんね。ダンス役の人、あ、そうそうそう、ダンスの先生役の人です。そうそうそう、ランさんです。ラン、中川ラン役をやってた沖夏目さんです。歌うまいだって。めっちゃ歌うまいですよね、マジで。歌うまい、初めて来たけどめっちゃ歌うまいなと思って。それこそショータイムセカンドステージの舞台が始まる前に配信したんですよ、さきさんとゆかるんさんと夏目さんと私で。その時にもなんかちょっと話題に出したんですけど、マジで上手くて、たまたまね、帰る電車がマリアと一緒だった時に、そう、夏目さん歌マジで上手いねっていう話に、ね、なったんですよ。そう、マジで歌うまい。私一生ピッチ合わないんだけど、マジで。なんでなんだろうね。でも私も今回の舞台ぶっちゃけね、ぶっちゃけ本当にね、ピッチ合ってないし、いろいろずれてんだけど、でもね、めっちゃね、おっきい声で歌ってんの。なんか気にしなくなったわ、うち。 最初めっちゃ気にしてて、その、あ、間違えた、舞台のその芸人の時とか、
時とかすごい歌の先生にさ、なんか「あ、間違えた」っていうさ、その不安なことを「不安だ」って「あ」ってなるから余計にずれてくし、あ、不安だってなってるからピンチも全体振り返っちゃうから合わなくなってくるから気にしない方がいいよって言われて、マジで気にしてない。でもね、後から見るとね、まあ確かにずれてんのよ でもね、マジで気にしてない、歌ってる時なんかぶっちゃけあんま聞こえないし ぶっちゃけあんま聞こえないからさ、その客観的な感じが全然わかんないから、もうとりあえずもう思いで歌ってます。瞳子さんのソロの歌もそうですし、最後の瞳子さんの歌、3曲最後歌うじゃないですか。ぶっちゃけね、2曲目がね、一番私音あの自分の声の音的にもすごく出しづらいし、すごくいや歌いづらい曲がね、まさかの真ん中っていうね、その他2つの方がね、楽しそうに歌ってる。そう、とりあえず気持ちで歌ってます。うまいけどね、だって優しい、ありがとう、ありがとう。歌声うまかったよ、だって嬉しい、瞳子のソロありがとう、嬉しいです。ありがとうございます。うれピーマンです。マジでさ、ソロさ、アイドルやっててさ、歌うことなさすぎてさ、なんかアイドルやっててソロ歌うことがなくて、マジソロで歌ったことがあるのって舞台なのね。マジでさ、その舞台でしかソロを歌わなさすぎるからさ、本当にさ、緊張しちゃうよね。普段からさ、アイドルやっててもさ、よくソロ曲歌いますとかさ、ソロやりますっていうメンバーだったらさ、あれなんだけどさ、もう本当にね、マジでね、ソロやらないんだわ。アイドル本業で、ソロはね、任せてもらえないからね、舞台でね、ソロで歌って、度胸をつけるというね、度胸をつけるっていう感じです。まあ舞台の曲は短いけどね、1曲が本当に。私の歌声に関してはちょっと言わないでくださいね、そのミスマッチだなんなのは。私の歌声がああいう声なんで、ちょっとそれは申し訳ないですね。まあ確かに舞台上だとあんまり見づらい表情とかもね、配信だと結構アップで寄ってたから、なんかどっちも見るのもいいかも。舞台でやっぱ生で体感、配信だとさ、そのさ、喋ってる側だったら、まあ、抜かれてる方しか表情って見れないじゃん。でも、まあ、抜かれてない人でもさ、やっぱ表現してる人はしてたりするから、そういうのはやっぱ生で見るし、まあ、細かい表情見たいっていうのだったら、まあ、その配信とかでね、寄ってるやつとかを見るのもありです。それがなんかどっちも見れてね、きっとねいいと思います。せっかく、そう、しかもね、今回のこの劇場自体がこう上から撮ってるんですよ。上からそのこういう斜面なの、まあ来てくれた人は分かると思うの、結構こうなのよ。だからこう役者がちょっと悲しい感じかなんか思うんで、こう下向くじゃん、そしたらマジで天骨しか見えないの。でもさ、それを気にしてさ、じゃあさ下向かないかって、それちょっとそれで無理じゃん。だから下とか向くんだけどさ、結構、まあ、後半とか特に私はそういう役だから、
なんだけど、まあでもね、そうそうそう、上から見る人とかだとね、結構ね、天骨っていうか、その頭ってなることがやっぱ多いから、そういう、こう、なんて言うんだろう、配信とかだとちゃんと抜いてくれてたりするといいかも。なんかなるだけその普通の演技やるとき、なるだけこう、普通にこうってよりかは、ちょっと若干こう 斜め上を見るようには、してるんですけど、まあやっぱりね、さすがにね、限度がありますんで。そうそうそう。そう、あれなんですけどね。だから、なんか難しい。最善の人とかはさ、全然多分見えると思います。表情なりなんなり。そう、しかもマイクが何、生きて、まあちっちゃいから箱的に、そう、生の声だからさ、結構頑張ってさ、後ろの人にもね、結構聞こえるように大きい声で喋ってるんだけど、なかなかしんどいね、喉が。特に怒るシーンとかはね、喉がしんどいですね。そう。やっぱりね、怒る。また舞台が終わったらいろいろとネタバレトークしましょう。まだ舞台が千秋楽迎えてないので、なんかこのシーンのあそこがどうどうとかはちょっと言えなくて、まだね、まだ千秋楽まで日にちがあって、その間に見に来てくださるっていう方もね、初めて見に来るっていう人もいるかもしれないので、そうそうそう、そうなっちゃうとさ、ネタバレ、ちょっと待って。さっきからさ、目にゴミっていうかさ、コンタクトがさ汚れちまってさ、めっちゃ視界にさ、ずっともやかかってんだよね。ちょっとね、コンタクト洗いますね。そうだから、そうそうそう、本番が終わるまではね、そうなんですよ、ネタバレできないからさ、なんかみんなにもさ、もっとさ、感想とかさ、超詳しく聞きたいの、なんかどうだったっていう感想ね。このシーンのここの表現が良かったよとか、なんかそういうのをさ聞きたいんだけどさ、まあでもちょっとネタバレになるからさ、書けないしさ、みんなもね、なんか終わったら、終わったらね、そういうのも聞いてね。10日が千秋楽なんでね、10日に聞いてね、しようかな、10日後にね。感想とか聞いて。すっきり視界良好になったぜ。でも一回さ、コンタクトに汚れつくとさ、つきやすくなっちゃうからさ、ダメなんだよな。
また見に行く日が楽しみでした。嬉しい。喉の調子は大丈夫かな？あ、全然大丈夫ですよ。全然大丈夫です。イエーイ。まあでもさ、なんかさ、舞台の時はめっちゃ声出してんだけどさ、こう家にいるとさ、ほんと喋んないからさ、声がガサガサなんだよね。そうそうそう、ね、喋んないから声がガサガサなだけだからね、大丈夫。そうそうそう、ナルトはアマプラだった。ああ、私アマプラで今日見てたよ。今日ナルト見てたんですよ。メールに書いたんですけど、久しぶりにナルトシップルデンを見てて超面白かった。超面白かったですね。最後の全身ピンクは私服ですからって。いや、なわけ衣装だよ、なわけ衣装だよ。さすがに最後の最後でさ、私服だったらやばくない？出演はあと2回です。そう、7日の1回と千秋楽12時公演かなの1回です。それで終わりです。また千織さんとね、私だいぶ違うかも。多分両方見る人がもしこの中にいたら多分わかると思うんですけど、だいぶね違うと思います。その配信、そのさ、ショータイムの舞台が始まる前のさ、配信、 YouTube 配信やった時もさ、また全然違う感じでってこう、さきさんとかもおっしゃってたと思うんですけど、結構ねだいぶ違うと思います。多分ね、その私がその千織さんの稽古を見てる感じだとね、結構違いました。その稽古の投資とかを見てる時の感じですけど、でもなかなかこの役がこう、まあ、コメディーなんですけど、あんまりねボケたりしない役なので、そう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 、なんかもっとこうボケとかがいっぱいできる役とかだったらいい、よかったんですけどね、千織さんとか特に。そう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 、私は割と、なんて言うんだろうね、なんて言ったらいいんだろうねなんて言ったらいいんだろう、またね、ちょっといろいろね、またその舞台が終わったら、ここはこういう風でこういう風に言ったんだよみたいなのをこう言いながら配信したいと思います。まあ終わった後にできたらなんですけどね。いつになるかは知らないですけど、いつかね、いつか。見て、呪術廻戦のオリジナルケーキだって。かわいいんだけど。2年生組じゃん。マキさん、トゲくん、パンダさん。マキさんが紫ピンク青っぽいんで、トゲくんがこれ何、なんかすごい明るい緑、何なんちゃらグリーンみたいな、ターコイズバスブルーか、エレメラルドグリーンみたいな、 何やろ。そうで、これパンダさんはなんかね、シルバーっぽい感じ、白に近い感じ。いいですね、いいですね。かわいい。かわいいです、かわいいです。
ちなみに今日私が見てたナルトシップーデンの話数はなんか7号のコメントでね、ナルトはどの辺見てたのっていうコメントがさ、来てたからね、応信します。私がナルトを今日見たのはちょっと待ってくださいね、今調べますんで。今ねこれのね途中なの、177話の途中、今ね途中まで見てんのはそこまでです。だから話的に言ったらね、もうねだいぶ経ってんだけど、サスケがオロチマルについていっちゃってみたいな話よ。それでナルトはサスケを取り戻すためにいろいろやりますみたいな感じ。そこです。そのちょっといろいろのいろいろの部分です。そうそう、それの今なんか情報収集みたいなのいろいろ頑張ってるやつ。私は早くイタチのさあれがいいね、イタチのあれが、イタチのさ許せサスケみたいな、あれが、あのセリフが好き。なんだっけ、そう、あ、タイトルだった、タイトルにもなってたんだよね、その話の。なんだっけ、それでもお前を愛してるだっけ。そうそうそう、そのさ、それまだまだ先なんだけど、それ早くもう一回見たいなと思って。マジでよかったよねあれさ、テレビでリアタイ視聴してたんだけど、マジでかっこよすぎてさ、もうなんか本当にキャーってなる。いいよねマジで、感動するわ。ちなみに全然まだまだですけどね、その辺だと。そうね、ここは割となんか細かい話がいっぱいの回だね。そのちょっと前がそうそうそう、あのオロチマルについていくついていかないで、サスケがとナルトがバッチバチにバトルするとこだったけど、それはもうね見ちゃったからあれだよね。早く鬼滅の続きが見たいだって。あー、むいちゃん、あ、なんだっけ、今度さ鬼滅あるむいちゃんとさ、あれか、甘露寺ちゃんの話だっけね。そうだよね、やるもんね、楽しみだね、めっちゃ楽しみ、超いろいろ楽しみなのな。私めっちゃ楽しみなことが本当に超いろいろあるんだよね。スラムダンクもさ今いろいろ続々とさ、そのさ映画のやつに向けてさ、ツイッターでさなんかポスターみたいな感じの解禁されてんじゃん。もうさそれもさすごい楽しみにしてるんだよね、早くね見たいよね、超早く見たいよね。もうさ本当に楽しみがルンルンすぎてルンルン。充電なくなった、あれ抜けてんだけど、ちょっとあ、ポンって言わないな。ワンチャンできてない説あるぞ、これは。痛い、ペットボトル踏んだ。よし、はい、よし戻ってきたぞ。とりあえず充電。ねえ、甘露寺ちゃんとむいちゃんの楽しみだよね。わかる。で、ちなみに私は千年決戦編も超楽しみしてるの。てかあれいつから、待って、私が見たいアニメってさいつからなんだろう、いろいろと。あれ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 、ブルーロックとかさ、あのストーン、なんだっけ、ストーン、あ、ドクターストーンとかさ、あれいつからなんだっけな、なんかもう全然さ忙しすぎて全然わかんないやいつからなんだろう、もう始まってんのかな、
チェンソーマンってアニメ始まるんだっけ？始まってんのか？あれ違うか？何もやらんか？あれも忘れちゃった。なんかいろいろダメだわ。いろいろ忘れちまったぜ。でもいいんだ。しかもさ、このさサンリオンとさ呪術のさコラボのやつね、めっちゃ可愛いんだよね。私さ全然さ伏黒くん推しじゃないけどさ、伏黒くんとバスマルくんのこのペアリングやばくない？メタメタに可愛いんだけど。あとこのキリミちゃんとトゲくんもメタメタに良き。キャワータンって思ってる。可愛い。いいね、シャキシャキ言うてらっしゃるものね。超嬉しい。そうなの、ブリーチもうちょっとなんだよね。超楽しみ。だから今さ無料でさ、そのなんちゃら編となんちゃら編だっけ、何編か忘れたわ、あの緑のやつとさ、緑のニコイチの話のやつとさ、あと残白と、じゃあ死神代行書がなんでできたかのわけのあの話、無料配信みたいななってんじゃんね。すごい、ちょっと前から始まったの。それもさすごい楽しみなんだよね。ルンル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 ルンって感じ。いやー、これを楽しみに私は毎日毎日楽しみに生きとるんですよ皆さん。目がかゆすぎますね。はい。昨日から呪術見始めたの？呪術面白いでしょ？何、誰推しですか？別に推しなくてもね、いいよ。あのね、お話が面白いって言ってくれたら、ゆなはとっても嬉しいです。私は早くね、早くマキさんのさ、あの話を早くアニメでやってほしい。全然先なんだけど、まだまだ先なんだけど、そのあそこがね、本当に映像で見たすぎて、超楽しみにしてんの。エイトの日のゆなちゃんフューチャー多めにしてほしい。いや本当に嬉しい。でもどうだろうね、微妙だね。そればっかりはね、マキさん強すぎだって。それな、それな、もうマジでかっこいい、惚れるわ本当。マジでかっこいいマキさん。意外とスパファームが面白くてハマったから2期楽しみ。スパファームめっちゃおもろいよね。私も見てるよスパファーム、超おもろい。なんかさ、なんだかんだちゃんとさちゃんとさ、あの夜さんとさロイドさんさ、パパとママやってるよね。めっちゃロイドさんもうさ、もう目がさパパだもん本当に。めっちゃおもろいし、ツッコミとボケがマジでおもろい。目かゆ。ほんとに。マジでおもろい。ああ、五条先生が初めて会いますか、初シーンまで見たら。おお、マジで目ん玉の色超綺麗だよね。そう、ロイドさんみたいなお父さんが欲しい。わかるー、わかるー。あのさ、アーニャがさ、なんかさ、あ、まだ見てないか。あのアーニャがさ、ボンドマン、あの見たいなーって言ってさ、ボンドマンやってあげるのめっちゃ優しいよね。だから超かっこよかったし、あそこ、あそこなんか漫画だと一瞬なんだけど、アニメだとめっちゃね伸ばしてそこをねフューチャーリングされてたんだけど、めっちゃ良かったよ。うんうん。そう、なんかね、あのとっても、そう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 、面接のシーンは泣いただって。それな、面接のシーンはマジで、めっちゃ良かったよね。蚊がいたんでってさ言ったけど、あれももうさ、何、頭で考えてることと行動が一致してないところがマジでかっこよかった。良いよね本当に。めっちゃね、めっちゃかっこいいよ本当に。パパだったもんね。あ、そう、漫画とねアニメね、やっぱねちょっと違うらしい。私もね原作読んでないんですけど、そう、
そうなのらしいね。なんかさ、そういうのになるとマジで原作読みたくなるよね。もうね、本当にね、本当にね、そうだよね、わかる。エレガントだった？それな。そう、父としての感情だったのがめちゃくちゃ良かった。本当にさ、いいよね、可愛いし、最高だった。おでけけな、なんかさ、全部マスつければさ、定年後になってるって思ってるアーニャめっちゃ可愛いよね。 めっちゃ可愛いよね。 ドッジボールの話。 マジで面白いよな、あれな。最後さ、おおって思ったらさ、まさかの展開で終わったっていうな。てか夜さんさ、なんか母の言ったことなんか役に立たないみたいな感じで言ったけど、あれはもう夜さんが異次元なんですよ、完全に。やばくない？だってさ、木がさ倒れちゃったからね。 木が倒れちゃったからね。あ、もうあれはやばいでしょ、本当に。大丈夫かってなってた。あれ神業だわ、本当に。でも私は意外に弟の回もめっちゃ好きよ。弟がロイドさんのあれめっちゃシスコンじゃんだって、弟くんって。めっちゃさ、あの話はめっちゃ面白かった。超面白かった。もうお姉ちゃんのことになるとさ、何でも信じちゃうしさ、めっちゃ理性を失ってしまうじゃない。めっちゃ面白かった。ロッティーって言ってた。 お酒、ワインめっちゃ飲んでるの。超面白かったよ。でも最後の最後で弟くん大怪我するっていうね、あれ、夜さんのせいで。超面白いんだけど、本当に。 あら、マジでおもろかった。ふん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 。面白いよね。あれ、スパフォームって毎週何曜日なの？私さ、リアタイ視聴してないからめっちゃ分かんなかった。バラの花束ならめっちゃすごかった。それな、あれは恋人に渡す花の量やろうって思ったわ。だって花瓶こんなやのに花束こんなんやからな。割合割合ってなった。 割合ってなっちゃったわ。本当にめちゃくちゃめちゃくちゃ面白かった。あ、土曜日なんだ。あ、そうなんだね。土曜日にやってるんだ。ほほほほ。そっかそっか。土曜日なんだ、あれ。ダミアンとアーニャの恋の行方も気になる。わかるー、それめっちゃわかるわ。すごくわかるわ。めっちゃわかるわ、それ。それもメタ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 わかります。でも楽しみがね、いっぱいあるの。あと私めっちゃ楽しみにしてるのがね、みんなもよかったら見に行って。これあ、スパマムってそんなに遅い時間に放送してんの？
何時からかわからん、私。そうなんや。知らんかった。そうなのね。そんな夜中に放送してんねや。ブリッジ新作 PV 出たね。だって、知らないんだけど。そうなん？それは知らないんだけど、新作 PV 出たの？それは知らないわ。知らないな、それは。さっき？今日？今？通り部の続きもね。通り部の続きもね。通り部ね。なんか、いや、私漫画読んでるからあれなんだけどさ、なんかね、どんどんなんか複雑なお気持ちになってられらっしゃいますよね。北海道行くからおすすめ。私北海道のおすすめの場所知らないんだけど。わ かんない、覚えてないな、私。北海道ね、北海道ってそんなにね、なんか何観光してなしたことないからさ、北海道のおすすめはね、わかりません。昨日アップされたんだって YouTube に。マジ知らん、見てないわ、すんません。見ます、見ます。ブリーチって調べれば。本当だ、本当だわ。見よう見よう、みんな。ブリーチ、ブリーチ、もうあとちょっとで1時間だから。1時間やったら終了しますね。今日は休みだったからさ、昨日さ、ちょっと長くやりますねって言ったです。言ったんで、そう、1時間やろうと思ってるから、まあもうちょっとしたら終了します。ああ、間違えた。音ないのこれ。いい声すな。間違えた、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 間違えた。うるさ音。これ新キャラとかさ、声優さん発表されたっけ？まだ？まだやっけな。0番の人たちの声優さんって発表された？まだか、まだよね。
ちょっとや、もうちょっと。見た見た、かっこいい、めっちゃいいじゃん、超かっこいいんだけど。かっこよいぞよ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 。めっちゃ良きでしたよ、かっこよかったんですけど、超楽しみやね、みんな超楽しみすぎてやばいわ、マジで。いやでも千年決戦はね、マジでちょっと心して、みんな見たことない人は見た方がいい。ユナは漫画で読んだんですけど、みんなは心開いて、すみません眠すぎて、心して見た方が良いと思います。ちょっとね、心してね見た方がいい。うん、みんな心の準備して見た方がいい。イエッサイエッサ。AKB とブリッジのコラボグッズはさすがに、さすがにね。あ、エイトの日テンテンとキティちゃんのコラボ見れることを祈ってましたって。それな、キティちゃんの欲はやっぱり私やろうって思うけどさ、どうなんですかね、ちょっとわかんないですけど。超楽しみなんだよ。てか声優さんさ、決まってるんだね、もう。てかさ、うちもさ、ブリーチのさ、この千年決戦編見たのさ、あの、超久しぶりじゃない、超昔だからさ、あれなんですよ、そうそうそう、だからさ、そう久しぶりだから、10月が来る前に一回見直すか、一回見直すか、アニメ見て漫画見直すか、めっちゃ悩む。なんかそのキャラクターがさ、いっぱい出てくるんですよ、千年決戦もね、新たにいろいろと。でそれをさ、もうさ覚えてないわけ私、ぶっちゃけゼロ番隊の人たちの名前とかさ、ほんと思い出せないの。カタカナ多いし、カタカナみたいなのが、人の名前覚えられないからさ、そうだから、なんかね、そのキャラクター整理を一回したいなとは思うんですよ、頭の中で。そう、なんか一回見るか見まいか、めっちゃ迷うんだよな、めっちゃ迷うんだよなって思ってる。そう、もうね、敵の
敵いっぱい出てくるんだけど、敵だったりさ、ゼロ番隊の人たちのことだったり、もうね覚えてないの誰ってなるの、名前だけ聞いても誰だっけなんてなっちゃうわけ。ほんと覚えてなくてなんか一回ね整理やっぱりしたいなとは思うんだよね。読み返す、読み返す、あー読み返しちゃうなっていう人がいますな。やっぱそうですよね、そうだよね。これさ声優さん発表されてんのキャラクターとやつでも、もうマジで出てこない、誰ってなっちゃう、マジで出てこない。いやもうほんとわかんないわこれ、名前書かれてるけどさ、マジで誰って感じ、誰だっけ、いたっけな、ユーハバッハぐらいしかわかんないわ本当にマジで思い出せん。そうなんですよ、マジでさ忘れてるわ、超忘れてる、思い出さないと、やばいわ、やばいね、あー思い出さなきゃ思い出さなきゃ、楽しみやな、超楽しみやね、うん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 、いいですね、楽しみだな、楽しみだな、楽しみだな、嬉しいな、またあの綺麗な絵が見えるのか、とっても嬉しいな。ルンルンしちゃうよね。ブリンステン行けなかったからになって、そうなんだよ、ね、ショックでしょ、もうショックなんだけど、てかこのタイミングであれ見直すのもいいな、あのなんだっけ、あのアルバムだっけ、ブリーチの何周年記念で作られた、あの私が買った時は受注販売だったから、そう予約して買うやつだった、あのアルバムだっけ、なんて言うんだっけ、ああいうのって、なんか分厚いやつ、あれをさ見返すのもいいよね。あれ千年決戦編までのキャラクターと全部載ってるから、イラストなんだけど、イラスト集か、そうイラスト集も見返すのね、またそれにしても良きですな、いいっすな、いいですな。あそうパピーが買ってくれたやつ、あれを見返すのもいいですね、楽しみだわ、楽しみだわ。いいっすねだって、でそう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 いいでそう、うんそれもいいですね、いや楽しみ楽しみ、もうルンルンしちゃう。あ、そう展示会で言ったらあれも超楽しみなの、あの愛先生の矢沢愛先生の個展があるんですよ今度、あれも超楽しみなの、あのねどこだっけな、大阪東京神奈川だ横浜かでねあるんです。好きな人います、好きな人いますか、あるんですよね東京だとね、新宿渋谷新宿かどっかのあのどこだっけな、私ね忘れないようにちゃんといいねしたんですよ、賢いでしょマジ、ツイッターのいいねも若干メモ代わりだからね、すぐ忘れるから。そうあるんですよ、だからもし好きな人どこだ、あちょっと待ってね、
新宿高島屋11階だって特設会場だって。7月20日から8月8日まで、そうやってるの。大阪と横浜だって。めっちゃね、すごいこれ発表になって超楽しみ。ちょっとでもね、若干ね、8月8日まで、20日から8月8日だからね、若干ね、もしかしたらね、このね、エイトの日のレッスンって微妙なんだよね。そうでもね、めっちゃ行きたいんだよね、どっか行けるタイミングで。そう、行きたいなってめっちゃ思ってて。そうなの、エイトの日が近いからさ、ちょっと行けるか微妙なんだけど。でも刀剣あるんですよ、これ。そう、刀剣販売もしてるから。そう、ブリーチって刀剣販売としかなかったんかな。そうなんですけど、これ刀剣だから、ワンチャンいけるかなって思ってて、もう嬉しい、大好きなんだよね。私は特にナナが大好きで、まあ、パラキスはアニメ見てたんですけど、でもナナが一番好きかな。ナナはアニメも見てたし、原作も持ってるんですけど。そう、すごいね、超楽しみにしてる。だからもう行けたらどっかで超行きたいなって思ってて。そう、もし好きな人がいたらぜひ行ってみてください。すごい、あ、実写も見たことあるけど、めちゃくちゃ好きなんです。実写もね、結構良かった。なんか、でも個人的にはそのナナの、2人のナナが一番の主役ですけど、大崎ナナの方が、あの実写ね、結構ハマってたんですよね。すごくめっちゃナナで、私すごい好きだった。結構なんか口コミとか見ても、小松菜奈と大崎菜奈なんだけど、両方とも2人ともめっちゃあの漫画とすごくハマってたみたいな、イベントいっぱい見るくて、すごいね、よかった。細さがさ、中島美嘉さんだっけ、菜奈やってたの。細さがね、本当に菜奈の細さだったの。すごいよね、めっちゃ遅いんだよ、ななって。なんか実写のさ、なんな、めっちゃ遅くて、うおーって思った。岡田奈々さんがさ、ソロコン、あの昔 TDC でやった時さ、あのグラマラスカイ歌ってたよね、ナナナナだからっていうので。そう、宮崎あおいさん、そうそうそう、あの一期は中島美嘉さんと宮崎あおいさんでしたけど、ナナツーは中島美嘉さんと、小松菜奈さんの方が変わってたんですよね、キャストが。結構ね、1と2だとね、キャスト変わってるんですよ、いっぱい。確かシーンも変わってたし、匠は変わってたけど忘れてた、レンも変わってたし、誰変わったっけな、忘れちゃった。あ、市川由衣さん、あ、そう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 、そうかもしれん、ちょっと分かんないけど。そう、結構ね、1と2ではね、キャラクターやってる人がね、変わってるんですけど、若干ね。あ、中島か。そう、なんか若干変わってる、変わってる、キャラクター変わってるけど。何人か変わってるんですけど、早く、もう私が死ぬまでにぜひ完結していただきたい、ナナは。もうね、本当にどんな結末でもいいんです、本当に。もう大丈夫なんで、とりあえず完結をどうぞよろしくお願いします、本当に思ってる。もう全然焦らなくていいんで、もう本当に自分の体調と向き合っていただいて、それで大丈夫なんで、私が死ぬまでに完結どうぞよろしくお願いしますって感じ。私が本当に死ぬまでにどうか完結してほしいなっていうふうにはすごく思ってます。全然焦らなくてよろしいので、私も頑張って長生きするんで頑張って長生きするんで、
どうぞ完結してくださいって思ってます。でも7見たのも結構昔だから、今見たらなんかいろいろ感じること変わりそう。なんかね、若かったからさ、マジシンプルダイレクトにさ、シンプルダイレクトにさ、とりあえず匠があんまり、匠とあのハチ公があんまり好きじゃないの、ないんですけど、でもなんかこの今、大人になって23歳の大人になってもう一回なの見たら、なんか感じること変わりそう変わりそうだなとは思いますね。そう、ねえ、いろいろかわいそう。なんかナナは結構なんて言うんだろう、重いっていうか、なんかよく私が結構好きなキラキラ青春ものラブストーリーとかじゃないから、結構なんて言うんだろう、ちょっとドロいよね。ドロドロっていうか、まあそのよく高校生青春ものものすぎる感は確かにないんじゃないかも。大人になったらまた感じ方が変わるんですかね、と思いますけど。あの頃は本当にシンプルに匠と八甲があんまり好きじゃなかった率直にね、シンプルに。まあそんな感じで終了にしよっかな、そろそろじゃあランキングを読みますの。そう、よし、13位マーニャンさん、12位シンドさん、11位オカヤンさん、10位ヤングさん、9位ムーさん、8位ワイマツさん。残り2公演頑張っ2回頑張ってやってありがとう。まだ先やけど頑張ります。今日4日なんでまだ先ですね。7位ナッティさん、6位ヨッピーさん、5位マックスエイトさん、4位カズさん。これマジでどうやって見るかいつもわからんくなる。あ、こうか。今日プレゼント送ってきた、受け取ってないって、ありがとう、嬉しい。もう受け取んのいつか分からんけど、ありがとう、嬉しい。当分なさそうだけどありがとう。待って、ランキング変わったんだけど。13位アメさん、12位シンドさん、11位ヤンさん、10位ムーさん、9位ワイマツさん、8位ナッティさん、7位オカヤンさん、6位マックスエイトさん、5位ヨッピーさん、4位カズさん、3位フーさん、2位ハルタロウさん。アニメの話をそろそろ北斗の拳にしましょうよ。だが北斗の拳知らないんだって。知らない話できないじゃん。どうやってやんの、私知らない。北斗の拳、私じゃあいいよやったけど、私が知ってる北斗の拳は、あたたたたたた、お前はもう死んでいる、ユリアです。あのピラミッドをこうやって誰かがこうやって担いでて、こうやってピラミッドをこうやって担いでて、誰かに敵にブス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 って矢で刺されて、うーバーンです。このシーンしか知らないの私マジでこのシーンしか知らない。てかこのシーンしか覚えてないぶっちゃけしかもそのブス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 ってなったのが誰かも知らない。とりあえずピラミッドをこうやって運んで刺されて、うーってなってバーンってなってピラミッド完成みたいなの、それしか知らないですね。そして今日の第1位はメトロポリスさんです。新宿から生中継だって。何、新宿になんか知ってんの、お買い物か。いいっすね。というわけでですね、今日見ていただき本当に
心の目で見る人です。ああ、目が見えてない人か。あワンちゃん目が見えてなかったかな。もう覚えてないよ。だってもう私はそれ見たのもう何歳だったっけなっていうぐらいよ。もう何十年も前の話よそれ。覚えてないっす。はい、というわけでお休みメール送れんかったわ、ごめん。みんな許してちょんまげ、許してちょんまげ、ありがとうございました。というわけで今日は久しぶりに長く配信ができてよかったなというふうに思います。なんかヨッピーさんがタワー立ててくれた。もう終わるんやで、ヨッピーさん、ヨッピーさんタワーありがとうございます。でももう終わる。私今最後の挨拶してるんよ。そんなギリギリでよかったん？ありがとう、めっちゃ嬉しいねんけど、もうちょっとさ前の方がさ、ほらみんなにさ僕がタワー建てたんだよってアピールができるのに、このギリギリだったらもう配信切っちゃうんだよ私。アピールができないよ、僕はタワー投げたんだよアピールがさ。あーじゃあまあ、ヨッピーさんありがとうございます。ありがとう。なんだろうこれは、なんかこれいつもわかんない、飾りタワーって呼んでますけど、飾りタワーありがとうございます。はい。ありがとうございました。てなわけでですね、そう8月8日8の日サンリオピューランピューロランドでやりますので、ぜひ皆さん、来ていただけたら嬉しいなと思います。あとね AKB 新聞さんでグラビアもさせていただいたので、あれ発売いつなんでしょうかね、なんか私もまだ聞いてないんですけど、そうそうそう、まあなんか告知動画だけアップされてるんでとりあえず言わせていただきます。はい、というわけで、あそう発売っていうかネットだからねあれなんだけど、な発信配信、そう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 、ネット配信発信ネット購入あれがちょっといつかわかんないんですけど、まあ、ちょっとよかったら見てください。てなわけで今日も見ていただきありがとうございました。また明日のショールームで皆さんお会いしましょう。それじゃあバイバーイ。